届かない場所でパトロール中です。ご用の方は発信音の後に要件を50文字以内でお話しください。気が向いたら後で返信します。なんつって。 シャンプーか。 何これ。何よ。今時リンスも入ってないなんて石鹸と同じじゃないの。まったく倹約家というか、こんな安いシャンプー使わなくてもさ、彼氏できないよ。 だからって廊下ですれ違ってもブスーとふてくされた顔してくれちゃってさ、あんたは子供かっての。
まあ、いっか。だからうまく立ち回ればいいってのに。バカ正直なんだから。大体、一年間黙って座ってるだけでも偉くなれる肩書きなのに、なんで厄介事を背負い込むのかな、あの人。父さん譲りかな、あの性格は。それに警察官って、そんなに立派な仕事ですかね。南井巡査、応答せよ。南井巡査。ったく。勘弁してよね。なんでよりにもよって今日なのよ。
さっさと署に帰って早引けするか仮眠室で横になりたいっての。パートはタクシーじゃないんだからね。空港なんだし、タクシーチケット切らせて経理課で出せばいいじゃない。あ、もしもーし、まどかちゃん、落としてください。その声、クラちゃん？どうしてそこに？やっと返事してくれましたね、まどかちゃん。ダメですよ。PS からの無線連絡にはちゃんと出ないと。何かあったんじゃないかって心配するじゃないですか。あ、いや、その、ごめんね。てっきりまた、小村課長からの連絡だと思ったから、つい。いやいや、ついさっき聞きましたよ、それ。でもま、所長さんも交通課の人たちも気にしているみたいですし。そろそろ仲直りしてあげてもいいんじゃないですか？けどさ、じゃなくて！あのね、クラちゃん！シシボネで大災害があったってニュースで見て、こっちから何度も沖宮に連絡したのに、ずっと誰も出なかったじゃない。私、まさかって、すんごく心配したのよ。あー、すみませんね。ちょっとごたごたした関係で、電話回線がまだ復旧していないんですよ。もっと早く連絡しようと思ってたんですけどね。だからって、もう。でも無事だったんだね。よかった。テレビでも沖宮の街、ひどい状態だって言ってたから。いやいや、まあ正確には災害起こったのって、お隣の平見沢村なんですけどね。ひどい状態ってのはその通りです。連絡遅れて、どうも申し訳ない。話はそれくらいで、それより、ん？おお、そうでした。実はまどかちゃん、ちょっと私のお願いを聞いてもらえませんか？お願い？何の？今日のそのお迎え、ぜひとも言ってもらえませんかね。とっても大事なお話があるんですよ。未来警部さんに。お姉ちゃんに？
そういえば、最近ここもアジア行きの便が増えたわね。あの頃の将来の夢はスチュワーデスさんだったっけ。そんな私が今や父さんと同じ刑事さんか。お母さん、おと、いやー、まどか、しっかりして、まどか。それに、傷が癒えても、あの子は元には戻らなかった。昔はあの子の考えてること、すぐに分かったのにな。
なんでこんなところに。父さん、お姉ちゃん。窓か。お迎えに上がりましたよ、見ない次長。毎年よく続けてるよね。もう12年も経ったのにさ。まだ12年よ。年号だって変わってないわ。13回忌はこの前過ぎちゃったけどね。大学の時の彼氏ともそれが原因で別れたのよね。よその男に会いに行ってるなんて疑われて。ま、それはともかくとして。ごめんね。え？この前のこと。つまんないことなのに大人げなかったわ。ひどいこと言ってごめんなさい。あ、私も調子に乗って言い過ぎた。ごめんね。怒ってないの？お姉ちゃん。え？あんなに昨日までこっちのこと完全無視だったのに。どういう変化？ずっと無視してたのはそっちじゃない。何かあったの？ううん、何にもなくて、ちょっと落ち込んでるところ。父さんはなんで12年前この柿内空港に来たんだろう。そしてメモになんでそのことだけを残していたんだろう。毎年ここに来ていろんな資料を見て調べたのに、全然そのことがわからない。ただのメモ書きだったんでしょ。それに6月だって言っても12年前と今とじゃ同じはずないじゃない。わかる方がおかしいわよ。そうなんだけど。うん、そうなんだよね。
まあ、勝手な想像だけどさ。公安関係だから、あれの関連じゃないの？勝手だよね。空港ができる少し前までは騒音問題だの事故の危険性だの言って出て行けって大騒ぎしてたのにさ、いざ規模が縮小になったら全然違うことを主張して手のひら返すんだもん。節操がないったらありゃしない。仕方ないわよ、今じゃこの空港で働いてる人も多いんだしね。リストラされて生活できなくなったら誰だって困るわ。むしろ補助金でしょ。せっかくの既得権益を削られるのが嫌なんじゃないの？今でもいろいろと水面下で動いているそうよ。政治団体とか噂じゃ大物政治家も絡んでるってことだし、12年前にも公安絡みで似たようなことがあったのかもね。憶測で決めつけても真実は突き止められないわよ。それに父さんの十三回忌まではなんて頑張ってみたけど結局ダメだった。父さんに叱られちゃうかな。ま、いいや。お姉ちゃん、もう上がりでしょ？送るわよ。うん、いい。タクシー拾って帰るから。もう、硬いな。どうせ、公用車をプライベートで使うな、とか言うんでしょ？それもあるけど。ちょっとね。帰りに寄りたいところがあるの。どこ？うん、歯医者。先々週からひどくって。え？結局私の一人相撲か。何よ。別に。お姉ちゃん、は
医者さんまで送るからさ、その前にちょっと付き合ってよ。